ライブ人工知能 PyTorch で実装するディープラーニング、今回は第5講になりますね。講師の方は引き続き私東が務めさせていただきます。はい、それではまず第5講の概要から始めていきます。今回は全6講のうちの第5講ですね。前回は畳み込みニューラルネットワーク、いわゆる CNN について解説しましたが、今回は再帰型ニューラルネットワーク、いわゆる RNN について解説していきます。原理を解説した上で今回も実装していきます。今回の内容を大まかにここで解説しますね。まずは第5項の概要から始まります。その上でまずはシンプルな RNN の概要について解説していきます。その上でまず最初に実装から始めたいということで、シンプルな RNN の実装をここで行っていただきます。 RNN の原理と実装を学んだ上で、 LSTM という RNN の発展系についてここで学んでいきます。あと GRU も同様ですね。 GRU も RNN の発展系になります。この2つの原理を学んだ上で、こちらの LSTM を使って RNN による画像生成を行っていきます。画像生成というと普通 VAE とか GAN とかを思い浮かべるかもしれませんが、実は RNN でも画像生成は可能なんですね。そのあたりについて今回は原理から解説していきたいと思います。そして最後に演習と質疑応答ですね。このような流れで第5項を進めていきたいと思います。はい、それではここで教材を紹介します。教材の方ですが、こちらですね。今回の教材はレクチャー5になります。この中のシンプル RNN というノートブックを使います。次に使うのは画像生成のイメージジェネレーションですね。そして最後に演習に使うのがこちらのエクササイズのファイルになります。といった感じですね。中身はすべてノートブックで書かれていまして、コラボの方で開くことができます。ちなみに今回の講座ですが、ハッシュタグがあります。ライブ人工知能というハッシュタグがありますので、 SNS などでの拡散にぜひご協力お願いいたします。はい、それではここで第4項の演習の回答を行います。第4項のエクササイズですね。はい、ノートブックで開いていきます。コラボのボタンを押します。第4項の演習は新たなデータ拡張を追加し CNN のモデルを構築することでしたね。それでは回答例を見ていきます。こちらですね、コードを追記する箇所はここでした。今回追記するのはイレースのデータ拡張でしたね。画像の領域をランダムに消去するデータ拡張でした。このようにトランスフォームズのランダムイレーシングを使ってこのデータ拡張を書くことができます。 P というのは領域が消去される確率ですね。50% の確率で領域がランダムに消去されて、 50% の確率で領域が消去されないということになります。この行を追記して、あとここにもうすでにイレースが入っていますので、これでデータ拡張を実装することができます。あとはクラスの実装の方ですね。純電波のメソッドを実装するという課題でした。こちらからここまでコードを書いていただくという演習でした。今回は畳み込み層が2つですね。コンブ1とコンブ2で2つですね。あとプーリング層もあります。このプーリング層は使い回ししますね。なのでプーリング層に畳み込み層で処理した結果を入れて、畳み込み層で処理してレルに入れた結果を入れて、もう一度同じことを繰り返します。2番目の行ではコンブ2の方を使ってますね。こちらの畳み込みを使っています。その上でここで画像を1次元のベクトルにします。このマイナス1というのはバッチサイズですね。バッチサイズは自動で調整してくれます。1次元にした時のベクトルのサイズは 32×5×5 です。それはこちらに対応しますね。全結合層の入力に対応します。その上でこの1次元にされたベクトルを全結合層 FC1 に入れてレルに入れてやります。さらにドロップアウトをかけて、最後に出力層となる全結合層に入れて出力を得ることができるというコードになっています。皆さん書けましたでしょうか。
解けなかった方も、ぜひこちらの解答例を見て復習してみて、PyTorch に少しずつ慣れていってくださいね。はい、それでは演習の解答例は以上になります。